行軍開始。ここはもらってくぜ。三成様から急げってお達しでね。私は命を受けた。信長様よりこの地を守れと。左近よ、先走る握手ぞ。聞いておらんな。三成様直々の命がよほどに嬉しかったと見える。勝家め、小生意気にも調子づきよって。私の指揮などつけ焼きば、好きに評すればいい。聞くところによれば、両軍ともまず大将が離熟。一息に攻め立てれば必ずや浮き足出しましょうぞ。あかれ柴田の指示を待つな。おのおの地下通路を敵陣用いて応戦するのだ。おっと、俺の博打相手はやらせねえ。左近、こっちも地下通路とやらを使っちまおうよ。よし、今しか熱唱。どちらさんもようござんすね。剣術かい、それとも蹴り、好きな方でやってやんよ。なんとも稲積のこなし、目も追いつか。たとえどんなに微力だろうと、俺だって豊臣の力だ。あら、もったいな。壊していいと言ったかしらねえ、長野さん。相も変わらず根性扱いされてんのな。ちったら言い返したりとか殴ったりとかしねえの。そんなことお前に気にかけられる言われなどない。どうと一だ。左近隊、ちょっとたんま。これは敵方とて押し黙らざるを得ますまい。うん、貴殿もなかなかのものであったと認めてやろう。夫人の再構築、確かに受けたまわりました。時は金なりだ。一つ数える間に削除する。もしかして俺たちすげえ強くねえか。この先が奴が再び将として花開くとも思えぬ。信長様も明智殿、何を考えてお家なのか。お見事、舞を司っておられました。あなたも位置をかけてみれば。長政、勝負にもっと目が入るかも。信長様の存在こそ今が乱世であることの証明よ。左近め、まったく敵将に迫るだけが戦ではないのだぞ。安心しよう、飛ばされる時は俺も一緒で。削除する。熱狂拳、熱狂拳。姉上をもうならせるような活躍に期待するぞ。はい。私に尽くす必要などない。逃げるつもりならば私はただ目をつむろう。聞いてくれるなら追いはしない。いや、すでに無理か。最後の一つまで取られるといよいよまずいぞ。はあ、あんなので大将を務まるんだ。俺だってさ。悪いけど今日の俺は赤いちくらい本気だぜ。なんせ三成様直々のどでかい命令だけんな。
心委ねられる存在か。決して私には得られぬものだ。私、密かにお市様に憧れを。これは悪でしょうか。そうそう、はったはった。一息つく間もなしか。休めとは聞いていない以上、仕方がない。お断りの戦たちよ、正義の歌にて私を称えよ。ておらなんだが、こんなのいつも勝家をおとりに撤退で。おすめ、さこめ、私との誓いを無にする気か。貴様は独眼竜、こんなところで何をしている。あんたは部下が気になった。俺は勝家が気になった。何のことはねえ、ただの未練。それごと。そうか、貴様が元凶か。その醜く剥がれ落ちた鱗で左近の足を放流したか。勝家め、まだ一騎打ちに興じておるのか。ふん、侵害を任されるまでこの戦場に着くまでよ。それがしと共に戦場をかき分けてやりましょうぞ。久しぶりだな。さすき屋で行かせてもらうぜ。貴様には刹那の生存も許可しない。あなたは伊達氏。なぜあなたがここにいる。ま、ただの通りすがりだ。だが随分とピンチじゃねえか。時間稼ぎをしてやる。逃げるなりなんなり好きにしない。悪夢、私は貴様ほど好き勝手には生きられんのだ。あんたが傍若無人じゃねえって。くだらねえジョークを言う余裕があるならさっさと立ちな。この刃が乾かぬうちに勝利の証を持て、左近。三成様にそう言われちゃマジで行くしかねえよな。いいライバルもいるじゃねえか、勝家。じゃあな、光さす明日でまた会おうぜ。違うぞ、断じて鬱憤晴らしなどではない。共倒れで完品はまずいっしょ。どうだい、まずはお客さんに帰ってもらうってのは。構わない、だがその次はお前の番だ。なんかあんたとは合わせやすいんだよな、勝家。私の動きが単調だとでも言いたいのか。お前こそせいぜい着地の隙をさらさぬよう心がけていろ。貴様とはおそらく3回を経ても敵同士であろう。なぜだかわからぬが、無性にそんな予感がする。ああ、その通りだ。認められ、そこにいる手に押さえ、そんなあなたと相入れるはずがない。
綺麗にスカンピンだ。何もかも吸っちまった。よっ、悪がある限り正義の名のもと削除する。言い出したこの正義、決して手放しはしない。姉上、位置加速せよ。私はここにいるぞ。